おはようございます、えー。今日は5月14日水曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます、えー。今日のニュースは4つですね。はい。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。えー、まず1つ目。まあ、これが今日のハイライトになるかなと思ってるんですけど、えー、NotionAI がいろいろ新しくアップデートしたというか、新しい機能を追加したとか、 っていうまあ、新しい機能を追加したっていう捉え方でいいかなと思うんですけど、えー、と AI 疑似メモでエンタープライズ検索でリサーチモードでモデルピッカーっていう機能、まあ、リリースしましたよとでこれがノーション a i フォアワークっていうまあ、名称でひとくくりなんですね。はい ノーション上でもうこれが全部できますよっていうところみたいです。で、これがもう全部同時にリリースされてるのかどうかはちょっと僕わかんないんですよ。AI、あの、ノーション AI を使ってないので。ただ、なんか見てる感じはもう全部リリースされてるっぽいんですよね。はい。で、なんかこう、紹介動画とか、あと結構、あの、拡散されてる方がいらっしゃって、 まあそういうのを見てると使い勝手良さそうだなって感じますね、うん、でエンタープライズ検索は結局ノーションに貯めてある情報、まあ、自社情報とかもそうだしあとは何だろうな、まあ、自分がその勉強のためにとかいろいろ溜め込んでる情報をあの検索できるものだと思うんですけどこれがまあどこまで使い勝手がいいかっすよね。あの僕の勝手な印象なんですけど ノーションって階層ページがどんどんん深くくななっていいじゃないですか一番最初のメインページがあってそこから小分けをのページを作るページ作ってでその小ページの中にさらに小ページ作ってって深くなっていくんでそこまで全部見てくれるのかどうかが気になるところっすね。僕はそこの使い勝手がなんかちょっとなと思ってノーション AI 解約したんですよ一時期課金をしてみたんですけど。その辺が あの改善されてるんであればかなりいいものかなと個人的には思いますねはい、まあ、リサーチモードとかこの辺がどういう仕様なのかはねちょっとわからないんですけど、はい、もし使っている方がいらっしゃったら教えていただけると嬉しいです、はい、で料金体系に関してはこういう感じになってるみたいですねなんかビジネスプランっていうのが、まあ、新しく追加されたのかな でこれは多分どっちも同じでいけるのかな。ビジネスプランだけなのかな。今回のそのノーション AI フォアワークがプラスプランでもいけるのかどうかがちょっとわかんないですけど、おそらくビジネスプランだけじゃないのかなと、はい、個人的には思ってるんですけどね。この辺のなんか接続とか、そのエンタープライズ検索とかも、 これにはちょっと書いてないんで、はい。ちょっとリサーチ不足で申し訳ないんですけど、まあ、もしこれ分かる方いらっしゃったら、ぜひ教えてください。はい。で、えっ、ー、と、2つ目。2つ目は、フェローですね。フェローさんの、えー、と新機能が追加されましたよと。で、UI が変わりましたっていうのと、テキストを可視化機能がつ追加されました。で、えっ、ー、と、ディープリサーチとかをした後に、えーの、レポートが出力されるじゃないですか。 あれが、えっ、ー、と、ノーション上で、えっ、ー、と、過失、まあ、削除。まあ、なんで、その、書き換えられるよっていうやつですね。もう、これはね現、今の時点で使えます。で、どんな感じかっていうと、これが今、僕が、えっ、ー、と、ディープリサーチをさせたやつですね。これ、あの、研究の、研究を選んだ状態で、検索をさせたら、こっちじゃねえか、こっちら。 はいまあ、こんな感じであの、まあ、いつも通りレポートが出るんで,すできるんですけどまずね変わったのがここですね総数がまあいつも通り出るんですけど思考っていうのが、ね、追加されたんですよどういう思考過程でリサーチかけましたかっていうのが出るようになったのとあとはここですね、まあ、これはもうレポートの結果概要なんですけどそれ画像って押すと画像が表示される。 で動画だったら、えーと、関連した動画。まあ、今回あの、僕のチャンネルをリサーチさせたので、なんで、このリ,リサーチに使った動画とか画像とかが、ここで並ぶっていう感じですね。はい。で、えっ、ー、と、ここ、ここですね、編集っていうのがあるんで、これを押すと、ここであの書き換えられるんですよね。こんな感じで。 これがまあ編集機能ですねで、えっと、テキスト可視化機能っていうのがどういうものかっていうと例えばですけどもう今これね1個作ってるんですけどこんな感じの画像が作れるんですね例えばあのこれを全部こうドラッグしてもらってでそうするとここにテキスト可視化図っていうのがね出るんですよでこれを押すと くるくる今回ってるんですけど割と早く出るんじゃないかなちょっと分量が多かったかな今ドラッグしたあこんな感じはいこんな感じで図解が勝手に生成されるっていうやつですねこれなんかねナプキン AI の図解に似てるんですよねこれ多分パクあのかなり影響を受けてるんじゃないかなと思ってますはい でもちろんこれあのダウンロードもできるしあとは、まあ、作,り変えてる作り変えるっていうこともできるし色変えるっていうこともできるし、はい、でダウンロードする時も SVG なのか PNG なのか、まあ、あと PDF にもできるしなので SVG だったらパワポに貼れますもんねで背景透過させるとかっていうのもできたりとか。 結構使い勝手が良さそうな感じがします。で、これをドキュメントに挿入っていうボタンを押すと、ここに入るって感じですね。はい。で、保存して提出って押すと、もうここ、これ自体が書き換えられてる感じです。こんな感じで。これなかなかすごいですね。あの、この図解のクオリティは結構高いなと思ってて、使い勝手良くなるんじゃないかなって思いますね。はい。 でもちろんこれをこのまんまあのフェロードキュメントに保存とかっていう風にやればまあ普通にこの作った画像も反映されてあのフェロードキュメントになるし Google ドキュメントに変換することもできるんでこれなかなかねあの使い勝手良くなったんじゃないかなって思いますねはいであ,あのここ全然関係ないですけど余談なんですけど あれっていうのがこのツールを押して設定からここのマークダウンを有効にするっていうのを最初多分チェック外れてるんでチェックオンにしてもらってあとはこれ全部あの選択してもらって右クリックを押すとあのマークダウンとしてコピーっていうのが。 出てきてるんで、まあ、これでコピーするとマークダウンでコピペできるよっていう、はい、全然かただの余談です。はい、<laughs> 余談でした。っていう感じで、あの結構ね、あのフェローさんバージョンアップしてる感じがします。はい、で、この画像に関しては、貼っつけるじゃないですか。そうすると、まあ、例えばですけど、これあの別のやつで。 別のリサーチさせて画像を作ったんで、すよでこれであのインタラクティブページってこの検索した内容を Web ページにしてくれる機能があるんですけどそこにもこの画像が反映されますね。はいである程度デザインは損なわずにあの入れてくれるのでまあ、これはこれで使い方としてありかなとは思うんですけどやっぱね情報がねあの重複しちゃうんですよ。まあ、なので まあちょっとうまく使わなきゃいけないかなとは思いますね。使い方次第ですね。はい。だからこういうこともね、できるしあの、インタラクティブページにも、あのさっきテキストを可視化図を作ったのが反映されるっていうのは覚えておいた方がいいのかなと思います。はい。っていう感じのフェローさんのアップデートですね。これ結構ね、僕は好きですね。はい。まあ、画像を使い回せるっていうのもありがたいし、画像のクオリティも高いので、 可視化画像ですね。はい。めっちゃいいっすね。はい。でよ、えーと、3つ目、3つ目のニュース。これもね、ちょっとね、面白いんですよね。個人的には。個人的には結構ね、好きな話なんですけど、クエン、クエンチャットがディープリサーチ搭載したらしいです。はい。で、昨日の夜中にもう、これあの、リリースの情報が流れてたんですけど、何人か使ったっていう人たちの、 投稿があって結構いいらしいんっす。で、あの、このクエンの,あのチャットのページ、ここで使えるんで、ちょっとね、後で試してみようと思ってます。はい。僕がアカウント作ってるんで、で、どれぐらいのディープリサーチのその性能なのかっていうのを、まあ、c h a g p t とか、ジェミニとか、 とあのちょっっとと比較をさせててみたいなと思っておりますすはいででつ目最後ですね、まあこれはあくまでもまだちょっと噂程度にはなるんですけどまあオープン A がついに MCP を導入かって言ってまあもともと MCP はねもうあのやっていくよっていうのはあのサム・アルトマンが言ってたんですけどそれ結構前の話でまあ、いつ実装されるかが分かんなかったんですけど まあ、ぼちぼち来るんじゃないかと言われ始めましたね。はい、で、あの、クロードデ,クデスクトップのその、なんだろうな、裏側のコードを書き換えるっていうやつじゃなくて、あの今新しくクロードマックス版だったら、なんかその、結構簡単に MCP 連携できる機能になってるじゃないですか。あれに近い形で あの搭載されれるんじゃないかと言われてます、ねまあこっちの方が簡単なんでそまあ個人的には嬉しいですけどね裏側であのコード書くのって結構大変というか僕毎回苦労してるんでそうじゃない接続の仕方をしてくれるんだったらちょっと嬉しいかなと思いますはいまあただあのそっちの接続の仕方だとセキュリティーがっていう話もね聞いたりはするのでまあいい悪いはちょっとで、ね、判断が僕はできないんですけどはいただ,ただ あのチャット g p t で MCP 接続がねできるというのはかなり幅が広がるので、これはなかなか面白い話だなと思っています。はいという感じの4つのニュースを紹介させていただきました。でここからはコメントを紹介させていただきますね。はいあのマヌスがね今、毎日ログインすると300クレジットをくれるんですよ。でさらに今、ログインするとあの ボーナスでで1000クレジットくれるんですねでも僕も、ね、反映されてるんで多分ほとんどの方のところに行ってると思うんですけどっていう話の、ね、ニュースを昨日上げさせてもらった時にそ,そのコメントにですねマヌスはソシャゲソーシャルゲームのボログインボーナスみたいですねっていうコメントをいただきましたありがとうございますこれねめちゃくちゃいいあのとこついてるなと思ったんですよこのコメントマジで鋭いなと思って あの僕の勝手な個人的な解釈なんですけど、その接触頻度を高めてでそれかそのまま依存度を高めていくっていうのが狙いなんじゃないかなと思ってるんですよ。なんかソシャゲのなんかログインボーナスってゲームやんなくてもとりあえずなんかオーブとかなんかダイヤとかってもらうじゃないですか。やってたらでまずはそういう感覚でやっといてでなんかたまになんかコラボイベントとかで なんか新キャラ出ましたみたいなちょっとどでかいイベントが起きたりするとおって思ってやり始めてまたそっからハマっちゃって課金してみたいな流れってあるじゃないですか僕あの経験者なんでそ,そんな感じなんですけどっていうのをなんか AI でやってる感じがするんですよねこれ。これでもねなかなかいい気がするんですよね。それこそマヌスのエージェントってレベル高いしせっかくねクレジット300もらえるんだったら。 まあ、もったいないから使おうって思うじゃないですか。一日300もらえて、で、それが翌日にリフレッシュするんで、使わなくてもリフレッシュなんですよ。だったら使っとこうって思うわけじゃないですか。これ、なかなかうまい戦略だなーって勝手に思ってます。はい。やっぱ使っちゃいますもんね、もらったら。はい。これは、あの、なんだろうな。普通にサブスクをさせるよりも、 ちょっとね、面白みがある戦略じゃないかなって、はい、個人的には思ってますね。で、じゃあ、こういうので、ちょっとこう、手名付けといて、で、どこかで大型アップデートとかで、わ、これ、マヌスやばいじゃんって言って課金させる流れあるんじゃないかなと、はい、勝手に思っております。はい。<laughs> という感じのコメントを紹介させていただきました。ありがとうございます。はい。ということで、 えとニュースとコメントを紹介させていたただきました、まあ、個人的にはやっぱりノーションがちょっとね気になるなっていうところですねこれ使い勝手良かったら結構盛り上がるんじゃないかなとノーションユーザー増えてますしライブ配信でもねノーション大好きですっていう方も、ね、いらっしゃったので,で社内でみんなで使ってるっていう話も聞くんでそういうところのねつあの実際の話を聞かせてほしいなとは思ってますねはい。 また、あ、クエンチャットはちょっと試しをたあの、お試しをしてみたいなと思います。はい。というわけで、以上です。